はい、こんにちは。ワッチャンネルの前原です。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。ゾイドワイルドのディスレックスです。はい、ゾイドワイルド久しぶりですね。うん、しばらくやってなかったんだけど、この前ワールドホビーフェアで、このデスレックスの実物見てね、おお、かっちょいいなということで、でかいね、ようやく買いました。はい、じゃあ早速こちら開けていきましょう。はい、中に入ってたのはハックパック ABS と復元の書とモーターユニットね、うん、はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、ということでディスレックス完成したね。はい、完成しました。おー、かっこいい。ほとんどエイシン君が作業しましたがね、うん、ギュッてやるとこだけちょっとパパヘルプした感じかな、うん、じゃあ動かしてみようか。どこがスイッチだっけ。ここ、起動骨をオン。はい、おお、あ、口動いてる。いいね。尻尾も動いてるよ。ほんと尻尾も動いてね。音静かだな、相変わらず、うん、そしてそろそろ来るんじゃないの。デスブラストがね。あ、来た来た。あ、回ってる回ってる。口のとこ、おお、組織光ってる。あ、え、すげえ。あ、なに、これ噛みついたん。あー、うぐ、うわあ、何回かあぐあぐすんだ。そして元に戻って歩き出すと。いいね。歩いてるとこの時点で噛んでるもんね。すごいね。うわ、止まった。さあ来た。デスブラスト。わあ、口開いてる。ガシャ。うわ、すごい開いてる。ほらほら、光ってる喉が。じゃあ喉じゃない、光線出してるのかこれ。光線だね。ドリルが回ってる。すげえ。やばい。かっちょいいね、うん。このデスブラストはね、うん、こうやって口開けてね、うん、この中にゾイドを入れて、このドリルで粉砕して、粉々になるまで噛み砕くんだって。これレーザーじゃないんだ、ドリルなんだ。そう。今回はね、墨入れとか全くしなかったんだけど、うん、そのままでも結構かっこいいよね。うんうん、私はデスレックスだ。私がこのグラキオサウルスをいとも簡単に倒した。何？グラキオサウルスの仇を取る。お前のどの厚さに砕いてみせるわ。おら、アイロブラスト。効かぬ効かぬ効かぬわ。なえ、裸にしてしまったぞ。アーマーが取れた。俺は強いだろ。ここは一時撤退だ。尻尾を巻いて逃げるとまさにこのことだ。あの、僕のことを忘れてないか。次回でいいんで迎えに来てね。はい、ということで今回はゾイドワイルドのデスレックスでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のスム動画はいつもとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中でいかない。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。